クルカフェチャンネルへようこそ。ということで今回もウォーハンマー 40K インペリウム第47号ですね。今回何がついてくるかと言いますと、今回塗料会ですね。こちらピンクホラーとワイルドライダーレッドっていうカラーになってきます。どちらもレイヤーカラーですね。でピンクホラーはちょっとね赤みが強めのピンクですかね。でこちらワイルドライダーレッド、こちらはですねレッドと書いてるんですけども、どちらかというとオレンジ、橙色にちょっと近いかなと。ではですね、ちょっと冊子の内容行く前にですね、この色味の方を少し見てみようかなと思います。はい、ではですね、ピンクホラーこっちから見ていきたいと思います。はい、で、ちょっと塗るときにですね、今回ラーミアンメディウムですね、薄め液、こちらを少し添加していきます。ちょっとね、以前紹介した目薬タイプに入れ替えてありますんで、で基本的には水でも大丈夫なんですけども、メディウムを入れることによって実はちょっと塗りやすくなってきます。でこちらですね、テストピースありますね、こちらに塗っていきます。でこんな感じですね。はい、1回塗っただけだとですね、こうやって少し透けて見えるの分かりますかね。白の上なんで結構綺麗になってるんですけども、レイヤーカラーなんでちょっとね隠蔽力が低めかと思いますね。こちら黒の上にも塗ってみます。はい、1回目塗るとこんな感じですね。はい、やっぱ黒の上だとねかなり色が透けて見えるの分かりますかね。はい、あらかた乾いたらですね、この上にまた上塗りですねやっていくと綺麗になっていくと思います。やってみます。はい、こんな感じですね。ちょっと光にも当ててますけども、今ハケ目見えますよね。これ乾くと少し、収まっていきます。はい。で色の方の透けはだいぶなくなってるのお分かりですかね。白があんまり見えなくなってる。はい。こんな感じに、重ね塗りですね。やることによって綺麗に面も塗ることができますよと。で今回なんでラーミアンメディウム使ったのと言いますと、まあ、大きめな面を塗るときはですね、ハケムラを出にくくするために、メディウムを入れると、より、塗りやすくなるといったものになります。水でも大丈夫なんですけども、まあ、メディウムの方が断然楽といった感じになります。はい、じゃああとさっき塗ったですねこの黒の方、はい、こちらもちょっとだけまだ乾いてないですけどやってみたいと思います。はい、あらかたは乾いてるんでね。はい、こんな感じですね。2回目でもまだ少し黒が残ってるのお分かりですかね。画面上で見える感じでしょうか。こっちが白ですね。こっちの白の方が結構綺麗にね、面が塗れてるかなと思います。で、こっち黒ですね。やっぱり色が透けて、そこの色が見えてしまうので、下地に使う色ですね、気にしながらやった方がより綺麗に仕上がりますよと。
まあ、特にレイヤーなので隠蔽力が低めですよといったことなので、黒の上に無理やりね明るい色をのせるとちょっと難しいよといったことになります。なのでワイルドライダーレッドもねちょっとこの後やってみたいと思いますので、おそらくね状況としては同じものになってくると思いますけど、とりあえずやってみましょう。はい、では、ワイルドライダーレッドですね、ちょっと塗っていきたいと思います。はい、こんな感じになってます。ワイルドライダーレッドの方はですね、ちょっとまあ明るい色の上に乗せたおかげかそんなに白が透けてないですね。はい。でちょっと黒の上にもね、ここ塗装持ち手がついてたんで白いんですけども、基本的、この全体にね塗っていきたいと思います。はい、黒の上に塗るとこんな感じですね。結構スケスケですね。まだほとんど黒だといった感じです。はい、で白の上だとこんな感じ、はい、っていう感じでですね、下地の色によってかなり変わってきます。赤とか黄色ですね、そちら系の色はだいたい暖色、暖かい色と書いて暖色って言うんですけども、そちらの色だとこの白い、まあ、明るいですね、明るいベースの上でないと、透けが目立ってしまいますよ。暖色系は、透過性が高い感じですね。で緑とか青とか、こちら寒い色と書いて寒色と言います。はい、そちらの方はですねちょっとだけ色の透過性が低いのであまり透けない、あまり透けないと言っても透けはするんですけども透けにくい、はい、っていうことになりますので、多少濃い色でも大丈夫なんですけど、本当この暖色系はですね、暖かい色の方はめちゃくちゃ透けやすいです。なのでこの色の上に明るい色、黒色の上に明るい色を乗せようとするときは結構頑張って重ね塗りしないと色が乗ってきませんといった感じになるので、ベースカラーをねお選びのときはちょっと気をつけていただくと、よりペイントが楽になるし楽しくもなってくるといったものになります。まあ、このね色の透け方を生かしてですね、塗る技法なんかもあるんですけども、最初の間はもうこの辺だけ覚えていただいて、ちょっとずつ、覚えていくというのがいいかなというふうに思います。はい、ではですね今回の、冊子の紹介ですね、中の方に移っていきたいと思います。はい、では最初はこちらですね、シスターリペンディアって書いてます。介護修道女ということで、悔いて悟る、まあ、後悔してるって感じですかね、いう風な感じで書かれています。まあ、いわゆる配信行為を行ってしまったバトルシスターで編成されたユニットということになってますね。で前回出てきたこちらやっぱ女性だったんですね。はい、女性で、バトル元はバトルシスターで、アーマーを剥奪されてます、取られていますといった感じで、このチェーンソード1本で戦ってこいっていう突撃兵になっていますよと。まあ、非常に戒律の厳しい部隊になってますので、ちょっとしたことでね、こういったことになることもあるようです。まあ、熱狂的なね、劇場を持っておりますので、まあ、苛烈な突撃を得意としているといったところになっているようですね。で今回、ソロリタスのシスターリペンティアと、もう一個ですね、違うページにもあります。はい、こちらですね、アルコ・フラジェラント。ですね、はい、特級食材者ということで、こちらはですね本当にいわゆる異端者
ですね、まあ、シスターたちに見つかってお前たち異端者だということで捕まってですね、許されるわけではないんですけども、まあ、ちょっと許されてるのかな、食材を許された、罪を負うことを許された人たちがこのような改造を受けてですね、戦場に立っていくといったものたちになっています。この一番右がですね、46号についてきたものですね。はい、アルコフラジャラントが一人ついてきたということになっています。まあ、あの背中とかにね、刺激剤が刺さっていて、精神的にいつも興奮状態にさせられると、強制的に興奮状態にさせられて戦わされるといったのが罪を償う行為だということで戦わされているといった人たちになっています。はい、まあ、ソロレティアス非常にその辺厳しくねやっているので、まあ、皇帝を崇めてない方はちょっと近づかない方がいいかなというふうに思います。はい、そして今回、まあ、たくさんですね、読み物今回本当たくさんあります。3つ目なんですけども、他にも、今回記載されていますが、まあ、今回このね最後こちらを紹介して終わろうかなと思っています。皇帝陛下の鍵爪っていうことで、タロン・オブ・エンペラーっていうふうに書かれていますね。で、まあ、下の方にですね、帝国コネ師団の絵が書かれていますので、まあ、今回のねこちらの紹介はですね、アディプトス・カストーデスといったものになっています。基本はですね、金色のアーマーを着込んだ、まあ、非常に強い部隊になっていますね。見た目がですね、アーマー着てるんでスペースマリンっぽいって言えばっぽいんですけども、改造の方法とかも違いますし、組織の形態としてもねだいぶ違いますので、スペースマリンではありません。アディプトス・カストーデスということになっています。まあ、彼らですね、まあ、この絵師団ということで、まあ、この絵団ですね、この絵団ということで、まあ、皇帝の直近を、守護する人たちになっています。基本的には地球の守護をメインとした人たちになっているんですけども、まあ、大亀裂とロブト・グリマンが帰ってきたということでですね、まあ、混沌の勢力をまあまあ無視することはできないといったことで戦場に繰り出されていったといった人たちになっています。まあ、ゲームのステータス上もね、非常に強い人たちになっていますので、彼らを見つけるとですね、まあ、戦車を倒す勢いで歩兵を狙わなきゃいけないくらい強いんじゃないかというふうに言っている方も結構いらっしゃいます。まあ、兵種の方がね少し少ないので物足りないという方もいらっしゃいますけども、まあ、まあ、劇中の部隊を使ってみたいといった方はですね、この黄金のこの石団たちを使ってみるのもいいんじゃないかというふうに思います。はい、ということで今回47号ですねの紹介を終わりまして、次回の予告の方に移っていきたいと思います。はい、ではですね、次回の予告ですね、第48号12月13日発売ということで、もう年越えちゃってるんですけども、こちらの紹介の方をしていきたいと思います。またですね、新しい上級モデルの登場というふうに書いているんですけども、以前に出た、テレインの一つですね、こちらも廃墟のテレインということで、第10版のゲームではこちらたくさんいりますので、できればねゲットしておいてですね、ゲーム会の方に1個持っていくと、主催者の方に喜ばれるといった感じにもなりますので、ぜひね、自分のアーミーを飾る時の台としてもね活用できますので、お一つ、手に取ってみてはいかがでしょうかといった感じになります。ではですね、第47号の紹介を終わりまして、また、次回第48号でお会いしましょう。また見てください。バイバイ。